どうもこんにちは。この動画ではモカ AE でのモーショントラッキングを使った動画の作り方をご紹介していきます。モーショントラッキングが使えると映像合成のスキルがアップしてできることもかなり増えますよ。ということで今回のアクションステップはこちら。 VFX で必須スキルである動く物体を追跡するモーショントラッキング。アフターエフェクツにはトラッキングする方法がいくつかありますが、今回はその中でもモカ AE という機能を解説していきます。少し厄介な機能なので実際に手を動かしながらあなたのペースで練習してみてください。それでは本編を見ていきましょう。アクション。さあ、ということでまず早速ですが撮影が必要です。今回の撮影では三脚を使って画面を固定しているのですが、これはマスクを着るときにかなり重要です。映像がどこで切り替わったかわからないようにカメラを固定して同じ明るさの環境で撮影します。さらにマーキングをしたキャンバスを手で持って動かしています。これはマーキングしなくても雑誌とか新聞紙でも OK。 キャンバスを持ち上げた時にブレてしまうとトラッキングがうまくいかないことがあります。ということでカメラの設定はシャッタースピードを100分の1以上にしておくことによってブレが少なくなるので比較的モーショントラッキングもしやすくなります。ちなみにプロファイルは S ログで 4K で撮影しております。とこのような設定が終わったら撮影した映像を早速 After Effects へと取り込んでいきましょうか。まずは 4K なのでサイズを画面に合わせておいてからクリップを分けていきます。まずは最初にキャンバスを持ち上げたこの部分が切り替わるポイントです。ここでキャンバスを下ろした段階でオルトカッコでクリップをカットしましょう。そうしたら電化の宝刀コマンディで複製をしておいてからシーン2を探していきます。シーン2はジャギがキャンバスを持ち上げるこの部分から始まります。ここでカットをしておきましょう。とこのままだとちょっと画面全体が少し暗くて見づらいので一旦コマンドオルト Y で調整レイヤーを作っておいてからここにエフェクトのカーブを提供しておきます。そうしたらシャドウが暗いのでシャドウを持ち上げておいてから後ろのハイライト部分はちょっとだけ下げておきましょう。本当なら露光量も人物の中心に合わせて上げていきたいところですが今回はこのまま解説します。名前をライトアップにしておきます。さあ、そしたらトランジションに戻りましょう。まずシーン1のところでキャンバスを持ち上げる箇所に注目をします。動きが自然になるようにこの持ち上げるところで2つ目のクリップをつないでいきましょう。ということでシーン2のキャンバスを持ち上げながら俺の名を言ってみろと言っているこのタイミングに合わせておきます。キャンバスを持ち上げ終わったらここでマスクは終了するため電化の宝刀コマンディで複製してクリップを2つに分けておきましょうか。そうしたら最初の短いクリップでマスクを切っていきます。ペンツールで最後のフレームのキャンバスの上に合わせてこのようにマスクを切っていきます。切れ味抜群、なんと水長剣といったところですね。そしたらマスクメニューを開いておいてマスクパスのキーフレームをシャオ。そしてクリップの最初の方に戻ってここのキャンバスの上の位置に合わせてマスクを切っていきましょう。シャオシャオという感じでシャオシャオ叫びながらマスクを切るとテンションが上がるのでやってみましょう。シャオフレッド・ヒッチコック監督もシャオシャオ言っていたとかいないとかこの辺は早送りをしていきますがマスクを切る際にはまずは両端から攻めておいてそこから中間を攻めていくことによって効率よくマスクを切ることができます。さあ、こうしてマスクが上手に切れたらキャンバスを下ろした段階で別人に入れ替わることになります。これだけでもちょっとしたトリック動画として使えそうですね。ということで今回はクリップはこの範囲しか使っていませんのでここでクリップをトリムしておきます。もしもっと作りたい場合は全てマスクを切っておいてから次に進みます。ということでこれからモカ AE を使用していきますがまずはこれらのコンポジションは全てまとめてコマンドシフト C でプリコンポーズしておきます。名前はフェイススワップです。そしたらこれに対して早速モカ AE を使用していきます。モカ AE はエフェクトの中にも準備されておりますし上のアニメーションのところからモカ AE というのを提供することができます。ちなみにこのボリスエフェクツというのは会社の名前でもっと高度なトラッキングができるモカプロなどは有料で販売されたりしております。ということでこのモカ AE を適用しておいたらこのモカのロゴをクリックしておきましょう。お、なんだっけ様、邪魔するやつは指先一つで消してしまいましょう。さあ、するとモカのトラッキング用の画面が開きます。今回はキャンバスですが複雑なシェイプの場合このペンツールでトラッキングする範囲をこのように囲んで選択することができます。ただ今回はトラッキングするところが四角いのと後でマットを使っていきますのでこの長方形ツール的なやつでトラッキングする範囲を指定していきます。
この長方形の範囲はしっかりと微調整をして合わせておきます。そしたらトラッキングの設定です。ここでキャンバスの動き、例えばスケールとか回転とかに合わせてトラッキングする設定が決められますので、全てチェックしておきます。そしてこのトラックボタンでまずは後ろ向きにトラッキングをしていきましょう。ついてくる自動タイプのスタンドです。さあ元気に画面から飛び出しちゃったので、これ以上トラッキングができません。ということでこの鍵マークのところでトラッキングができたところでキーフレームを打っておきます。緑のやつがキーフレームです。そしたらワンフレームずつ動かして、ここでトラッキングの範囲を手作業で一つ一つ合わせていきましょう。画面から飛び出すまで続きます。さあそしたら最初のキーフレームのところへと戻っておいてから、お次はキャンバスを下げる動きに合わせてモーショントラッキングをしていきます。これもうまくトラッキングされているところまで持ってきておいてから、ここでキーフレームを打っておきます。そして次のキーフレームでは範囲のやつは画面の外まで飛んでいけ、これでトラッキングの準備は OK。 この青文字に S と書かれたやつをクリックすることで、どのように表面を捉えているかを確認することができます。表面、サーフェスの S です。ただしこのままだとちょっとだけ歪んでいます。ということでこの青いやつを調整しておいて、キャンバスと表面の向きを合わせて歪みを調整してあげましょう。さあこれでいい感じです。ちなみにレイヤープロパティとかでここでロゴとかを入れた時にどんな感じで表示されるかを確認することができます。しかし今回は貼り付けるのではなくて、キャンバスをくり抜いていくマットの使い方です。ということでここまでできたら、上のところから今の作業をセーブしておいて、これでこのモカエイから脱出しましょう。さあ何事もない現実世界へと戻りました。そしたら今度はこのキャンバスに静止画を貼り付けていきます。今回はこの切り替わる前のこの顔面を貼り付けていきましょう。ケンシロウにボコボコにされる前の顔です。ということで殿下の宝刀コマンディで複製をしておいてから、ここで右クリックを押して時間のところでフレームの固定をしておきます。ここで静止画ができたので、このクリップはキャンバスが表示されている間中は表示させるようにしていきます。そしてこのクリップは下のところに配置しておきましょう。では早速キャンバスに肖像画を貼り付けていきたいので、モカエイのトラッキングデータのメニューを開いておきます。ここでクリエイトトラックデータというのを押して、さっきモカエイという名の異世界で作成したトラッキングデータを秘めたレイヤー2というのを指定しておきましょう。するとトラッキングした通りにキーフレームが作成されます。あとは下のところでこのキーフレームをどこに適用するかを決めていきます。もちろん一番下にあるクリップですね。これでアプライをして適用してみましょう。さあこれで実はトラッキングされたキーフレームに合わせて静止画が貼り付くようになります。ただし今回はこの方法ではなくて、キャンバスをくり抜くマットを作っていきますので、上のマットのメニューを開いてここでマットを適用、そしてマスクの反転をしておいてから、トラッキングをしたマスクの真ん中をくり抜くようにしてみます。さあこれでフレームの中にお顔がこんにちは。そしてさっきやったように適用するところの設定を今回はトランスフォームで変形可能にしておいてから、一番下のクリップに指定しておいて、これで適用していきます。するとこんな感じで、一応静止画がトラッキングデータを元に貼り付けられたわけですが、若干ずれてしまっています。これはまずいですね。幼稚園の壁に貼り付けられた傾いた紙みたいになっております。ということで下のクリップに対してエフェクトから歪みの中にあるトランスフォーム変形というのを提供していきます。これを使うと歪みであったりスケールなどを調整することができますので、いい感じに背景と馴染むように静止画を調整してみましょう。さあこれで顔に静止画がくっついて、そしてキャンバスをどけると別の顔になってるという動画が出来上がります。ちなみに今このクリップはどうなっているのかというと、キャンバスのところがくり抜かれています。ということでこのくり抜いた映像に対して右クリックを押しておいて、ここのレイヤースタイルのところの中にあるドロップシャドウを提供してみましょう。すると静止画の上に影ができますので、サイズなどを調整してみながら、いい感じの角縁みたいにしてみましょうか。これで多少の立体感が出来上がります。あとはキャンバスが動いている時に手ぶれのようなものをつけてみたいので、ここでモーションブラーのスイッチもオンにしてみましょう。本当はシャッタースピードが速いのでここはあまり必要なかったりしますが、まあよしとしましょう。さあということでこんな感じでいろんな機能を組み合わせていくことで面白い映像が出来上がりますので、ぜひともいろいろと試してみてください。想像力を使うのじゃ。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。
スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。